クイルバックはアメリカ海軍の潜水艦、天地級潜水艦の一隻。艦名はサッカー家の淡水魚クイルバックにちなむ。クイルバック本艦は建造が認可された当初、艦名はシビレエーメの一種ブラジリアンエレクトリック、例の通称、トレンブラーと命名される予定であったが、1943年12月7日に変更された。クイルバックは1944年6月27日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で起工した。1944年10月1日に J.A. タイリー・ジュニア夫人によって命名され、1944年12月29日に艦長リチャード・ P ・ニコルソン少佐の指揮下就役する。コネチカット州、ニューロンドンでの訓練の傍ら、フロリダ州キーウェストでの兵站局による実験プロジェクトに参加。プロジェクト終了後、クイルバックは真珠湾に向けて出港し、5月1日に到着した。5月30日、クイルバックは最初の哨戒で日本近海に向かった。サイパン島までの道中はシルバーサイズ、レッドフィンと各種訓練を行った。6月11日にサイパン島、タナパグ湾に寄港し、翌12日にシルバーサイズ、カブリラと出港、豊後水道入り口沖ノ島近海の礁区に到着した。7月2日、クイルバックは、北緯32度13分東経133度12分、北緯 32.217 度東経 133.200 度、32.217133.200 の地点で魚雷艇と思われる艦船を発見し、砲撃で撃沈。また、沿岸から 0.5 マイルの海上で一人のパイロットを救助した。7月24日、クイルバックは53日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。クイルバックは2回目の哨戒に向けて、アプラ港で整備中に終戦となった。戦後のクイルバックは、平時任務として、ニューロンドンで第2潜水戦隊に所属し活動した。1945年から51年まで、潜水艦学校の訓練任務に従事し、海軍水中超音研究所の実験任務を行う。1951年4月にニューロンドンを出港し、地中海での第6艦隊との任務に就く。クイルバックは1952年4月に、ポーツマス海軍造船所で、グッピー改修が行われた。改修が完了すると、クイルバックは1953年2月27日に再就役し、大西洋艦隊潜水艦部隊に合流する。クイルバックはキーウェストの第4潜水戦隊に配属された。グアンタナモ湾への何度かの巡航と沿岸での作戦活動を行い、クイルバックは駆逐艦隊潜水艦船部隊の艦隊訓練グループを支援した。1956年、57年、58年にクイルバックは北大西洋での大規模艦隊演習及び NATO の演習に参加した。1959年に第12潜水戦隊へ転属となり、1960年にはサウスカロライナ州チャールストンで攻撃能力向上のための広範囲オーバーホールが行われた。1961年10月に地中海へ展開し、1962年2月にキーウェストに帰還する。キーウェストでは5月から10月まで活動し、キューバ危機が発生すると、グアンタナモ湾へ転回する。1963年は、キーウェストで活動し、グアンタナモ湾での艦隊訓練グループの支援を行う。クイルバックは1964年7月から6ヶ月地中海へ展開した。1965年には、水雷研究開発プロジェクトの実験任務が、割り当てられ6月まで同任務に従事、その後グアンタナモ湾に展開する。キーウェストでの作戦活動後、1967年8月から11月まで地中海に再び展開した。1968年と69年は大半をカリブ海での活動で過ごす。クイルバックは1973年3月23日に除籍され、1974年3月21日に売却された。クイルバックは第二次世界大戦の選考で1個の従軍星章を受賞した。ありがとうございます。